メジャー昇格で即ガーディアンズ戦に先発した元西武のマット・ダーモディ投手32をメジャー登録の40人枠から外すと明かした。事実上の戦力外通告となる。過去にゲイは地獄に落ちる発言をしてた影響もあって炎上。レッドソックスファンからも、ダーモディ炎上しろ、今日だけは相手チームの勝利を願う。とボコボコに叩かれてた。早すぎる。西武にいたやつやん。何か聞いたことある名前のような。聞いたことある気がする。まさに天国から地獄でっさ。そいつの次に投げたコリー・クルバーの方がひどいのに。西武のやつやん。使い捨てだったか。あかんもんはどこ行ってもあかん。西武でダメならダメでしょ。クルバーよりマシだと思うが、日本の球団もこれぐらい厳しくしたら選手のレベルも上がるかな。まあ、選手に甘い選手会が許さないか。ニールに続いてダーモディも、NPB でも通用しなかったのでメジャーでの戦力外に驚きはない。むしろ二人ともよくメジャー昇格できたなと。ナイストライを称えたい。西武でダメなら他でもダメでしょ。ロスター枠やマイナーオプション制限がある MLB では割とよくある話です。戦力外と訳されますけど、契約が続けられないってことなんで、力があるならどこかに拾われる可能性はありますよ。つまりは自チームでは戦力にならないから欲しいなら誰でもどうぞってことやろ。日本に来るかな。何もかもが早すぎる。阪神に来てくれないか。22年以来のメジャー登板で、キャリア初先発し、初黒星からの戦力外とかかわいそう。こんなに早く戦力外になったのに、藤浪はまだマイナーにも落ちない。わらわらわら。